皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。テツヤ&ザ・サイツのテツヤです。今年も、チェンジ・ザ・ロック・フェスティバル、お越しの皆さんありがとうございました。そしてリョウ君、本当に10年間お疲れ様。本当にね、大人になってからもう一度青春時代が戻ってきたような感じで、毎年毎年本当に楽しませてもらいました。来年以降これがないっていうのはね、ちょっと少し心にぽっかり穴が開いたような気もしますが、みんなこの出演者でね、何かチェインザロックスピリットを持っていろんなところでいろんなイベントとかを切れるように頑張ってさ、またここに出てるメンツと集まれたらいいななんても思っています。本当にありがとうございました。ね、10年間追っかけてきてくれた、お客さんも本当にありがとう。またどっかで会いましょう。そして、我々テツ&ザサイツライブが決定しています。9月24日町田プレイハウス、そして10月9日横浜のどっか、そんで10月25日目黒ライブステーション、ライブありますので、ぜひぜひ皆さんお越しください。待ってます。ウェイ。東京ボーダルス TV をご覧の皆さん、こんにちは、バレンタイン DC です。こんにちは。たった今チェインザロックフェス2017、出演させていただいて本番終わったところでございます。お疲れ様でした。湯気が出てる状態ですけども、いや、楽しくやらせていただきました。本当に事の発端は去年、このボーカルのケンイチが、バレンタイン自身も呼んでくれというところから、今日の出演の実現に至ったわけですが、やってみてどうやった？なんかね、なんか前は別バンド、別ユニットで2回出してもらって、今日3回目3回目で、やっぱりバレンタイン自身もね、活動してるわけだから、出してよみたいなノリで言ったら、すごい快く受けてもらって、テストなんかね、で、なおかついい場所でやらせてもらったじゃない。出順とかもなんか気、すごい気使われてる感じだったね。気使ってもらって、当時そんなになんか仲良かったっていうイメージないんだけど、同じ時代はやっぱりこうね、一緒に頑張ってた仲間なので、何かこう分かり合えてくれたのかなと思うね。なんかそれでバレンタイン DC 出てくれるんだみたいに感じてくれたっていうのがすごい嬉しかったよね。でまあ、今日だね、ちょっとしばらくなんかやらないみたいな。チェインザロックフェス自体を少しちょっと一区切りっていう話を。でも10年はすごいよ、やっぱり。だからまあ来年俺ら主催でチェンザロックをね、いただく系の話です。そのままで絶対何もせえへんや。そんなもう漫画の連絡事項とかめっちゃ大変やん。それやんない。言うてるだけですからね。言うてるだけですから、期待しないでください。本当にでも本当テストナンバーで感謝してます。ありがとうございます。ありがとうございます。さっきどうやったら終わってて。いや、もう本当に僕は個人的にはもう偉大なる先輩方の中でやらせてもらって、大先輩、テストナンバーさん、僕はもう後輩としてずっと昔やらせてもらったんで、そこでこうやらせていただくのはすごくありがたかったです。気持ちよくやらせてもらいました。会場の雰囲気もすごい温かくて、まあ僕らのことを見たことない人であろう人たちも、こうすごい体を揺らして乗ってくれたり手を挙げたりしてくれたので、本当にいいイベントだと思ったので、楽しくやらせていただきました。はい、ありがとうございました。そんなバレンタイン DC ですが、今後の予定が若干決まってまして、10月の7日、中野のババクラブフェイズで、今日ご一緒させていただいた宇宙戦隊ノイズ、それと、もっとシャズが、再結成してました。再結成しました。シャズナ、あとアインスフィアの、青井くんとルマの、バンド、リリージョーカー、このスリーマンで、高田のママのクラフェイジで、やりますので、これバレンタイン DC 主催ですからね。あ、そうなの。そうなんです。いました。チェンジャロックって名前にしようか。規模ちっちゃい。ちっちゃい。その後の予定もぼちぼち決まってるんですけども、まあ、詳しくはウェブの方とかでチェックしていただければと思います。今後とも続けていい音楽を楽しくやっていきたいと思うので、興味ある方はぜひ遊びに来てください。はい。はい。どうもありがとうございました。バレンタイン DC でした。
Tokyo Borderless TV